今回は漫画やアニメの雑なカップリングに対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。雑なカップリングって嫌われがちだけど、男女が付き合う時って合コンなりなんとなく始まったり割と雑なもんじゃね。雑の極みみたいなカップルです。通してください。今じゃご父を差し置いていい夫婦と呼ばれるほどの二人だぞ。通してやれ。悟空と父がいなくてくさ。いい夫婦扱いされているともやる関係だからな。オタクは告白してカップル成立がゴールだと思ってるから。現実じゃなくて物語だからね。この作品別に恋愛メインじゃないから気づいたらくっついてたでもいいと思うけど。現実が雑だからこそフィクションでは丁寧なのを求めるもんなんじゃねえかな。最終回近辺だとフラグ立てもお付き合いの過程も見れないから残念って感じじゃないのか。恋愛話を物語の主題と並行してやるってのはすげえ難しいから、どうしても恋愛自体が主題じゃないと最終回近辺で急にくっついたみたいになるんだよね。終戦後の出生率が上がるメタファーなんだと解釈してる。白目。 DB はご父も大概だけど父の片思い描写あるだけマシか。最終回にはどうしても見せたかった設定ならもっとどうにか頑張って連載中にもねじ込んでほしい。全く接点もなく唐突なのは驚くのもわかるが、そういうのは意外だと驚かれるのも狙いだと思うが、普通に素朴なやりとりや関係見せてカップルになってるのまで雑とか前段階が足りないと文句言われてるのは微妙な気持ちになる。ドラゴンボールはブルマとヤムチャみたいに恋人欲しい同士が出会ったので付き合いましたとかだし、そもそも全体的にそういうもんって空気がある。イノスケは母性感じたら抱く感あるし、葵なのは割と納得したけどな。この二人はタイミングかな。バトル系作品のカップルや結婚ってストーリー上の役割が済んだキャラを穏便に血生臭い世界から退場させるための方便であって、カップル成立が目的じゃないと思うよ。役割が済んだキャラを皆殺しにしていくシェイクスピアや富のスタイルの変形だと思う。つっても餌付けもとい、胃袋掴むのって王道のフラグだぜ。鬼滅だとカナオと一緒に鬼退治する話は必要だったと思う。アクエリオンエボル見てみ、絶対最終回で、はぁ、ってなるから。恋愛話は人気がないとかページや尺がないとか話のテンポが悪くなるから書かないだけで、作者の中では確定してる設定を出してるだけなのかもね。息子は娘のキャラデザが人気出たら許される気がする。公式方に解釈違いを起こしたやつが意見を正当化するために雑なカップリングって主張しがち。 CP が入るのは構わんが、どうせつくなら連載中に長期的に見せてくれればいいのにとは思う。それはそれで戦闘中にとか文句つくだろうけど。それこそ炭治郎とカナオはちゃんと戦闘をメインにしつつフラグ立ててた方だと思う。せめてこのぐらいの描写が欲しい。最終章で推しカプ女の子の片思い、惚れた経緯の過去編まで描写済みが成立してなくて、代わりに男の子がずっと言い寄ってた美人マネと結婚までしてた時の衝撃たるや、この時に初めて最終回発情期に切れるオタクの気持ちがわかった。何の作品がわかったが、男子が言い寄ってる人がいるんだったらそっちにフラグ立つのは当然だと思う。何の作品かわかったなら、あの描写でマネさんが男の子を受け入れて付き合って結婚まで行くとは思わなかったの分かってほしい。ほぼギャグみたいな描写だったからこそ、そこがくっつくんだってなったのよ。びっくりはしたけど、男の子の方がちゃんと行動して身を結んだ成果だと思うと納得した。片思いの子は確かに可愛かったけど他校だし、あれっきりだし。サムネは本格的に交流を深めていくのは本編後だろうから仕方ない。 BL でも思うが、少なくとも同じ陣営にいるなら顔を合わせたり会話したりくらいは本編外でもありえるし、かオカプや最終回発情期とまでは思わんな。そりゃオシカプが成立しなかった気持ちは察するにあまりあるが、よく00が先に好きだったのに的な読者が現れるが、気持ちを伝えない片思いはないのと一緒なんやて。付き合ってたりお互いに明確なフラグが立ってた上で他の CP が成立したらどんまい。デジモンは劇場版がスタッフ伝達ミスでは役者になったので、後輩組は3クール目からくっつく組はきっちり全振りさせたのよね。ヤマトとソラ、ケンとミヤコは分かりやすく家族関連でメンタルボロカスの男と愛情の紋章の適合者の女なので、いろいろ納得しかない。個人的には雑とか思うより、おー、
そこがくっついたのかって意外に思ったりして楽しむ。くっつく過程を想像するの楽しい。成立したカップルが最終回で別れてて別なやつとくっついたみたいなオチの漫画だってあるんですよ。伊之助と葵に関してはマジでなんでくっついたんだとしか思えないんだよな。ほぼ接点なかったし、どちらかというと葵は炭治郎の方にフラグ立ってた気がしたんだが、炭治郎はカナオがいるからしょうがないとはいえ、それならそれで別に無理やりネームド同士でくっつけなくてもよかったんじゃないかと思う。ときめいた時のシーンをもっと前からやる、もしくはつまみ食いでいつも追いかけてる描写を増やすとかすればまた印象は変わりそうなんだけどね。本編後にいろいろあったり、本編中でも描写されてなかっただけでいろいろあったりしたんじゃないの？主人公以外の描写までやってたらキリがないし。現実は漫画と違って家庭を自覚して見れる機会なんてほとんどないからそう感じるだけで、実際はちゃんと家庭が存在する。漫画は家庭以外を省いて描写できるのに家庭を描かないからなんで、となる。サムネは小説含めて読んだら納得できたけどな。割とちゃんと段階踏んで描かれてた炭治郎とカナオ、善一側の思いは一貫して描写されてた善一と禰豆子と比べると唐突さが目立つんだよな。上でもあるけど、何なら葵は炭治郎と、伊之助はカナオとの方が本編中での絡みは多かったレベル。鬼滅は受け継いでいくというテーマがあったから、そこまで嫌いじゃないけど納得はしてない。正直バトル漫画で主人公以外の恋愛描写に時間かけられても微妙だから、脇キャラが最後に誰かとくっついていこう、幸せに暮らしました、でも別にいいけどな、主題じゃない話延々見せつけられる方が嫌だわ。恋愛メインが多い少女漫画ならそこくっつくならちゃんと描いてくれってなるけど、少年漫画でしょう、恋愛が主題じゃないんだからくっつきましただけでも別にいいじゃん。伊之助に関しては最初から藤の家のおばあちゃんを葵に置き換えとけば一番しっくりきたんだけどな。カプ的な意味ではないけど、伊之助と一番絡みがあった女性キャラーのおばあちゃんだろ。恋愛もの以外なら多少雑なくらいでちょうどいい。正直タンカナももうちょい描写欲しかったから、超屋敷メンバーと3人の共闘エピでもあったらなぁと思う。正直なところラブコメでもない作品ならカプに興味ないと突然くっついたとしても、へえそこがくっつくんかとしか思わんので、意外とは思っても最終回発情期だの雑だの叩くそうってお察しじゃねって思ってしまう。スレガとかやり玉にあげられるナルトとか、自分は意外だなとは思ってもそれだけで、もっと描写が欲しいとか、描写不足だから納得できないとか思わなかったし。多分これを中盤あたりのショーの合間に差し込まれてたらここまで雑と言われなかったとは思う。最終回直前にやって子孫出てきたから言われちゃったやつ。同じジャンプだとアンデラなんかも唐突に恋愛関係ぶっこんできてたけど、なんだかんだその後も話続いてるから、これから読者を納得させる描写あるのかなと思ってスルーできたとこある。最後に急にってのがやっぱダメなんだろうな。こう言ったのに3歩もあったら気にならんかったな。イヤオはアニメだと少し描写増やされてた気がする。自分は特に不満はないけど、アニメ制作陣も鬼滅がここまで大きなコンテンツになった異常物語の締めくくりで雑と言われたくないだろうし、なんとか頑張ってそう。仮に主人公とヒロインが思いを通わせる描写を作品通して丁寧に描いて、終盤で告白してくっつきましたとかやっておきながら、最終話エピローグ1コマでそれぞれ別の人と結婚しました、カンとかやられたら意味わからんけど、それまで誰とも恋愛フラグなかったキャラが描写なしでくっつく分には気にならない。見えてない場所でなんかあったんだろうなって思うだけ。なんかそれに近いことした作品あった気がするけどタイトル思い出せない。実質成立したオバミツは特に文句言われてないが、あれ積み重ねは片思い描写と扉へとプレゼントみたいな小ネタ程度だったが、それで十分積み重ね判定されてるわけじゃん。サムネも成立させる気があったならそれくらいできたろって話だろ。他のキャラも全体的に積み重ねなく唐突にくっついてたなら言われなかったと思うんだよな。主役はともかく脇キャラでもちゃんと描写してる組があるから唐突にくっついたサムネが浮くんだよな。鬼滅の場合は描写するキャラは恋愛描写入れてるから、他はある程度察せる中でなんでここくっつけたのを、になるんだよな。時代背景的に結婚への意識が今と全然違うし、別にそれならフラグなしで未アイコンの方が時代だからねと思いやすかったのでは。
一般的な少年漫画読者は各成立に納得できる積み重ねなんて大して求めてないんでは。主人公×ヒロインならまだしも、メインキャラ×サブなんてマジで唐突にくっついたところで意外だがおめでとうにしかならない。びっくりするのは同意だが切れたり批判したりするのはわからん。普通の読者の感想は A で終わりなので雑だ雑だと切れてるのは推しカプが爆破されたか夢か俺嫁だよ。あとは成立したカプの対抗カプ者。伊之助って恋愛感情とか性欲とかそういうのありそうに思えなかったんだけどあったんだね。誰がくっついたとかより正直これがもやる。本編だとまだ10代半ばだし老いたちゆえに年齢より幼いところがあるし、物語の中で人間的な情緒が育っていく過程の描写はあったから、そりゃ思春期も過ぎればいろいろ成長するだろう。5歳児が10年後も20年後もその情緒のままなわけないじゃん。作中で情緒育っている描写はあるし、その後普通に恋愛的な情緒も育ったんだろうなで終わる話だよな。恋愛がメインストーリーじゃない少年漫画、時代的に結婚するのが当たり前、これがあるから鬼滅はあんま気にならなかったな。葵ちゃんは長男に矢印向いてそうだったってのも唐突感に繋がってんじゃないかと思った。雑カプと丁寧なカプの線引きも微妙だしな。お互い両思い、両片思い、描写が多かったらそりゃ文句なしだろうけど、片方からの熱烈片思い描写だけ豊富で突然くっつくのと双方おって思ってるっぽいシーンが一場面だけあってくっつくのとではどっちの方が丁寧な描写になるんだ。ナルトはボルトのためなんだろうけど、主人公と同学年のキャラクターたちが漏れなくカップルになっていき、あまりにも一斉に同学年の子供を作ったから合同結婚かよと思ったし、思想が勝ってるみたいでめちゃくちゃ怖かった。一人に既婚、同性未婚、交際、DINKS、既婚子持ちみたいなのがばらけてる終わり方だったら唐突にくっついてる組み合わせがあってもキモいとは思わない。色々あったけど省略されたんだろうと思う。子供の学年も普通はばらけるだろう。まあ鬼滅が時代的にそんなもん扱いされるのと同じでナルトもギリギリそういう世界観かもしれないと言えるかもしれない。作風によるおじさん作風による。最終回に恋愛描写そこまでなかった男女が雑にくっつくの結構好きだから最近揶揄されてしなくなったの悲しいんだよな。鬼滅に関しては誰と誰がくっついたより先祖と子孫の顔や転生前と転生後の顔がそっくりな方が気になったは漫画だからまあではあるんだけども、それやるならむしろモブとくっつく方がそっくりな子が出てきても納得しやすい気がするんだよな。リアルとフィクションで求められてるものは違うというだけじゃね。両肩重い状態だったけどやっぱ他の人を好きになったわとか、他に好きな人いるけど告られたからとりあえず付き合うかとか、主人公に振られたサブキャラが3日後には他のキャラと付き合ってるとか、そういう展開でも叩かれるだろう。気持ちはわからんでもないけど、バトルメインの少年漫画で恋愛描写求めるのは違うだろうとも思う。鬼滅にしてもナルトにしても子孫や次世代があるっていうことが重要で、別に恋愛が重要なわけじゃなかったから唐突だとかいうのも何かずれてる感じはするんだよな。昔のアニメとかもっと露骨に最終回で唐突なフラグとかよくあったぞ。葵は炭治郎に矢印向かいてたという人もいるが、それを言うと忍さんもみつりちゃんもフラグっぽいのあるが、別に長男に恋愛感情はないので葵もないんだ。いきなりくっつけたら唐突だなとは思う。後日談でしっかり家庭を見せられたら気ぶる。最後に余ったネーム度を身内内でくっつけるってのが在庫処理感あって嫌いなんだよな。相手がモブならそこまで気にならないんだけど。葵とはくっつくならそやそこかなとは思ったから別に気にはせんかった。ナルトみたいに次世代の話を描くためとか、鬼滅みたいに時代背景的にみんな結婚するのが当然とかの場合を除いて、そもそもバトル物に男女の恋愛や結婚描写って必要かと思う。それこそヒロアカとかカップル成立させても打足とか物語のノイズにしかならないから誰もくっつけなかったんじゃないの。そもそも最終回にカップル乱立した作品ってナルトと鬼滅以外にそんなにある？大体なんとなくフラグ立ってたところだけくっついてるイメージだけど。というか近年目立つのがそれってだけだな。90年代とかは普通によくあったような気がする。最終回じゃないけど進撃とか、なんか途中で作者が結婚したあたりからエレンとミカサ、アルミンとアニ、ファルコとガビ、
ニコロとサシャとか露骨にそういう描写増えた。それまでは恋愛は淡い片思い程度で、同性同士の絆とか男女でも恋愛にはならない友情の型に重きを置いてたから。途中でそういう描写増えるのは別に良くない？作者が恋愛関係を書きたくなっただけでしょ。逆に途中でそういう描写しないと最終回で雑にくっつけたとか言われるんだし。進撃はむしろジャンとかライナーとかベルトルトとか、中盤だとヒッチとマルロとか親父世代とかラブロマンス、ヒルドラ、多めに描いてたやん。進撃はむしろ序盤から想定路線だったのを小出しやごかしやってたが、終盤で一気に伏線回収したという感じだったな。現実だとフィーリングでくっつくこともあるけど、そこに物語はないじゃん。寝込んだ炭治郎の横で伊之助と葵が喧嘩して怒られてたあたりで来てるって思ってたんだけど、少数派みたいで悲しいんだよね。イヤオに関しては無惨倒すまで誰も恋愛とかしてる余裕なかっただろうし、特に事前のフラグなくても違和感なかったな。自分は性格的には合いそうだし、ああようやくそっちにも目を向けられる世界になったんだねってほっとしたのが近い。少年漫画でも最低限の描写は欲しい派、唐突に終盤でフラグ立てられたら余り物同士くっつけたんだなぁとしか思えんから。急にくっつけたというより作者の中では決まってたが、恋愛描写よりもっと書くものがたくさんあってそっち優先した結果という感じだな。